俺の実験賞と申します。タイトルの通りなんですけども、この間と言っても、去年のもう10月の実は話になるんですが、どうしても予告の動画を作ってみたかったんでね、作れるまで動画出さなかったんですけども、はい、治験に行ってきまして、体験してきてみました。ですね、本当はいろいろ写真とか動画とか撮りたかったんですけども、情報の漏洩はさせられないためということらしくて NG でした。そしてね、初めて参加してみたんですけども、結構面倒でした。自分としては治験おすすめできないかなという感じでしたね。全然平気だという人もいるとは思うんですけども、一応おすすめできない理由と、一応おすすめできるポイントも伝えられたらいいかなと思って動画撮っております。で、自分のおすすめできない理由がまず一つ目なんですけども、採血。はい、ほとんどの治験でね、採血はあると思うんですけども、かなりの回数を採血する場合が多いようです。はい、実はね、予告でも出したんですけど、注射嫌いでして、なら参加するなって話なんですけどね。採血の時間が迫ってくるたびに、なんか変な緊張してましたね、毎回入院してる最中。しかも自分の血管って、なんかどうやら探しづらいらしくて、一発で決まらず何度か打ち直しもあったりして、マジかよって思いながら、はい、入院しておりました。全く血管が探せないっていうような人は参加できないパターンもあるらしいです。なぜかというと、かなりね、タイムテーブルがシビアな時があるみたいで、そんな時に血管見えなくて採血しなければいけない、何時何分に血が取れなかった、治験が無駄に終わってしまう可能性があるらしいので、まあ、そういうために血管が見えてないと参加できませんよということになることもあるみたいです。で、1日に何回も採血するときは留置採血といって、まあ留置針、針をねずっと刺したまま、針につながっている管からまっすぐ採血ができるように処置をしておくんですけども、注射嫌いの人間にとってはその針がすごい刺さってるとムズが良くなってきて、かきむしりたくなるように、もう引き剥がしたくなるような感覚になっておりました。その針、まあ15時間くらいね刺さりっぱなんですけども、入院して点滴とかしてる人なんかはね、そんなレベルじゃなく刺さってるんですが、とりあえず注射嫌いの人はアウトだろうなと思いました。注射が一番嫌な理由でしたね。はい、と2つ目が食事制限が面倒。治験を受ける前に事前検査があるんですけども、事前検査に行く数日前からもうすでにね調整していかないといけない部分があったりして、カフェインがね食事制限とかに引っかかりやすいみたいで、気軽にコーヒーが飲めなくなったんですよね。それがちょっと悲しかったんですね。結構長い間毎朝コーヒー飲むのは習慣になってたんで、それを飲めなくなるっていうのは結構嫌なもんなんだなっていうのをそこで改めて実は気づいたところだったんですけど、はい、で入院中に出る食事もコンビニで買う弁当くらいの量なんですよ、ね、それで足りない人はね腹減ったなという入院生活を送ることになりますね。それ以外の食べ物は口にできず、水で飢えをしのいでおりました。お腹減った時とか、あとは水たくさん飲んでお腹膨らませてから食事食べてたりみたいなね。食事の量とかはもしかすると少なめの治験だったのかもしれませんが、多分少し低めに設定されてる治験って多いと思うんですよね。カロリー取りすぎると影響が出やすいっていうものは結構あると思うので、なのでちょっと食事制限とか食事の量とかがきつかった感じしますね。いかに自分がお腹が減ったら好きな時にお菓子とか口にしていたのかっていうのをね実感しました。はい、で全ての治験のね日程が終了するまで何泊かを2回に分けて治験を行ったんですけども、その間が空いてる期間も暴飲暴食みたいなのしないでくださいねとか、終わった後も採血するために通院しなきゃいけないんですけども、それもね2週間ぐらいあって、その2週間の間とかもね、あんまり食べたりしないでくださいっていうふうに言われてしまうので、食事制限が結構長い期間
続くことになりますので、ね、いっぱい食べたいとか食べるの我慢できないっていうような人は、向いてないのかなって気がします。そこが2つ目のおすすめできない理由ですね、食事制限で。3つ目なんですけども、激しい運動をしてはダメという制限がかかるみたいで、かなりの知見でこれも引っかかるみたいですね。筋肉痛とかなるような運動は大体の知見で NG のようです。日常生活の動きはいいそうなんですけれども、どの程度までがセーフなのか全然わからないので、あまり動かないようにしてました。筋トレとかしたい人とかね、毎日ジョギングしないと気持ち悪いとか、ボディービルダーの人とかはね、まあ完璧アウトですね。結構期間長いので筋肉とかも結構落ちます。それによってぎっくり腰になったような可能性があるんですけど、前出したね動画の中のぎっくり腰になりましたっていう動画なんですが、で4つ目が、想像してたよりも自由が効かなかったっていう感じですね。これは知見によると思うんですけども、今回の知見はほぼ1日電子機器を預かられました。はい、携帯とかが心電図に影響を与えてしまうためっていうことでちょっと預かられてしまうんですけども、その次の日は朝と夜に採血するだけで何もなかったんですが、病院からは出てはいけないので、ずっとね自分は小説読んでました。そこの病院はどうもちょっと漫画とかが置いてなくて、なんか電子書籍をダウンロードしてねみたいな案内があったんですけども、そのダウンロードどうもできなかったんで、そこの電子書籍で使うことできなかったんですよね。なのでちょっと小説持ってっといてよかったなと思ったんですが、そういう病院からも出れない状態で数日閉じ込められてしまうので、そういうのもね嫌いな人いたらまあおすすめできないですね。本当動き回ることもできないし、すごい体がなまるっていう感じがしました。という感じでですね、自分の感じたおすすめできない4つの理由だったんですけども、おすすめできるポイントも一応いくつかあります。1つ目が、食べ物のありがたみがわかる、好きなだけ食べられるってやっぱり素晴らしいと思いましたね。出てくる食事の量も少なかったので、食べたことを脳に伝えるために本当しっかり何度も噛んで食べてましたからね。体にも良かったとは思うんですよね、そういう食べ方も。そういうところですかね、1つ目で。2つ目は、注射も少しは慣れたかなという感じがしました。嫌いな人は逆にトラウマになるようなパターンにもなるかもしれませんけども、慣れていくパターンの方が多いんじゃないかなと思いました。刺されたくないですけどね、やっぱ注射嫌いなんで。というのと、3つ目が、楽です。楽っちゃ楽です。はい、何もしなくてもいいっていう状態でもあるのでね。約1ヶ月半の期間でしたが、参加した治験ね、今回の治験では25万の協力費がもらえました。やることはほとんどなくてその額ですからね。いろんな治験ありますけども、もっとすごいのとか、長い期間になりますが、 3桁ね、3桁の協力費ももらえるようなのとかあったり、海外で生活費も出しますし、さらに、長い、それもね長い期間なんですけども、超える、協力費のやつとかもあったりして、そういうのちょっと怖いけど参加してみたいなと思っちゃいましたね。条件が結構きつくて、自分は参加条件満たせなかったんですけども、なんかね調べてみると面白いと思いますよ、気になってる方はね。で、人によっては仕事しながらでもできる方もいるかなっていう思うんですよね。リモートワークとかでできる人、病院で電子機器預かられたって言いましたが、1日だけ預かられたんです。その心電図が終われば、あとはノートパソコンとかも Wi-Fi 使いながらやっていいですよみたいな場所でもあったので、そういうのがほとんどの場所でできるみたいです。はい、なのでこんなコロナの世界になっちゃってるから、収入足りないっていう人は治験をやりつつリモートワークできる人みたいなんかは、助かるものにもなるんじゃないかなって気がします。で、でもそんなの何度も参加してみたら結構稼げるじゃんなんて思っちゃうかもしれませんが、一度参加してしまうと一応4ヶ月開けてくださいということになってるみたいです。昔はそんな開けなくてよかったみたいなんですけどね、危なくないように4ヶ月開けてくださいみたいな感じになっております。
危なくないようにはやってはいるんですけども、何か事故が起こらないとは言い切れないので、そこだけはね、ちょっと参加するならしっかり覚悟して参加していただきたいなと思います。というわけでね、治験を参加してきてみたの動画でした。はい、気になる方は治験で検索するとちょっといろいろ見つかると思うので、探してみてもらえたらいいかなと思います。ちょっと自分からはね、どこがいい治験をしている会社などはちょっと把握できてはいないので、しかもね、自分が行ったところ紹介して行ってみてもらって、何かありましたって言われてもちょっとまた責任も取れませんので、ちょっと自分で調査して決めていただければと思います。まあ、それでも知りたいっていうのであれば、コメントでどこかっていうのを聞いていただければお答えはしたいと思いますので、はい、まあ、こちらからは勧められるものでもないので、そちらはご了承いただけると助かります。はい、それではここまで視聴していただいた方ありがとうございました。